wanna turn my phone off, but that's where all my friends are. What do I do? Why is it so hard to find someone new so far? おはようございます。こんばんは、あさきです。レユニオンで今バドミントンの大会が開かれていて、で日本人の選手とかも出てるらしいので、ちょっと見に行ってみます。今日本のバドミントンのチームの監督がいて写真撮ってもらいました。めっちゃ緊張した。なんか売店にねジャパンって書いてある人がいて、で多分監督だろうなと思ってちょっと頑張って話しかけてみました。バドミントンとっても面白かったです。今回は日本代表の B チームの選手が戦ってたみたいです。おじゃとるもん、こもさば、さきとなのです。今日はこれからまたバドミントンを見に行ってきます。また行ってきます。行ってきます。今日急遽なんですけどバドミントンの決勝戦を見に行ってきました。午後の途中の試合から観戦したんですけど、もう会場一帯が応援してて、もう迫力と熱気がすごかったです。私が見た決勝戦の内容は男子ペアの決勝戦だったんですけど、日本チーム対日本チームで試合が終わってほしくなかったです。なんかもうずっと見てたかった。ラボファイ、最後に写真撮っていただいた朝倉選手と西田選手、ありがとうございました。すごい嬉しかったです。選手の方が持って帰れない日本からの食べ物をいただきました。ありがとうございます。すごいいっぱいお米とかもあるし、お菓子、レトルト、うわいっぱい嬉しい。インスタントラーメンとかレトルトもまたいっぱい、すごい皆さんお米すごいいっぱい持ってきたんですね。ノノはこのペヤングがずっと気になってて、でも日本に帰る機会がなかったのでなかなか食べさせれなかったんですけど、これを見て一番喜んでました。選手の皆さんありがとうございました。こちらこの前かつお節1キロが1万5000円とかで、本当に久しぶりの日本食すごい嬉しいです。マスター監督もいろいろとありがとうございました。本当に選手の方々も監督も優しくて、私自身すごく貴重な体験をさせていただきました。改めてありがとうございました。
Nobody told me it was gonna turn out like this, but that's alright, that's alright, that's alright. はい、というわけで今回で完全にバドミントンにハマりました。選手の皆さんかけながらですが、これからも応援させていただきます。See you in the next video. Merci, Kike, Shoujian. Shoujian. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.